こんばんは、上京大学生です。今日は明日学校があるんですけど、動画がまだ作り終えてないので友達の家でオールして、そこから大学に行こうと思います。日をまたいだので今からスタートしたいと思います。ただいまー。コンビニ彼は一人暮らしです。ただいまー。今日晩ご飯ないの？カフェインを買いに行ってるね。この家もなんかいいよね、豪邸。地元にセブンがなかったから、その反動でセブンしか行ってないです。まあでも買ったのはどこでも買えるレッドブルー。貯めたわけではなくて、こう気づいたら勝手に溜まってたっていうですね。ドイツ語の課題を一気に終わらせたいと思います。普段じゃこの時間は夢見ているので、何もしなくても勝手にまぶたがシャッターをです、ね、下ろしに行きます。こういう時は物理的に目を開けていきます。やるとこまでやったので編集したいと思います。週2投稿を最近続けているので、この流れは断ち切れねえと思い、いうことで朝まで編集 していきます。だんだん日が出てきて、こう太陽が昇ってくると同時に僕も天に召されてました。やっぱどうしてもこう眠くて我慢できないっていう日あると思うんですけど、もうそういう時はもう叩くしかありません。ウサインボルトもびっくりするスピードで、びっくりするスピードで仕上げます。7時になりました。カットを少ししていたので思ったより早く終わりました。彼も喜びを隠しきれません。まあ気を抜くとすぐ寝ちゃうんですけど、まぶたが下がったらこれ。今朝の7時15分ぐらいです。今日は編集頑張ったから朝マックでも行こうかなって思います。どうもありがとうございます。食べかけごめんなさい。そのため遠目に映しております。シャワー浴びます。僕朝が日本で34番目ぐらいに弱いんですけど、最近思ったことがあって、僕朝が弱いんじゃなくて、こう朝が強すぎるじゃないのかなって、こう最近思ってます。今日は雨が降ってるんですけど、天気予報で気温が暑いので、うちの天気予報のアプリ信じて半袖で行こうかなって思います。なんかこうしてるだけでも勝手に目がこう落ちてきて、ずっとこんな感じで目を開けて、でこうやってなんかもう普通に不可抗力でこう、ああまた目を開けるみたいな、もうこれの繰り返し。行きますよし、行ってきます。忘れ物ないかな。いつも僕にルーティンがあって、朝セブンに寄って授業中食べるパンと牛乳を買うんですけど、緊急事態宣言ということもあって閉まってました。あ、でさっきの学生証スケアなんですけど、本格的に守り固めに来てて、もう一元さんお断りみたいになってました。スケアめんどくさいんですけど、まあまあまあそれは100歩譲っていいと思うんですけど、なんせ1回にできるスキャンが少なすぎて、もう混むときにいたらかなり待たないといけなくなりました。眠てー。この人いるの？あーね、マジで痛い。なんかこれ、音源は対面なの？なんかちょお
どうしよう。今日そこの多分。いや俺今日普通にさ語源があるものかと思ってさ。ここで。うん。少ない。少ないね。基本昼をまたいで授業があるときは学食か近くのご飯屋に行くんですけど、やっぱ食費が結構かかって、一度は言ってみたかった言葉が言えるようになりました。家計が火の車です。住処に帰ってきました。今ご飯食べて、本来は語源から対面なんですけど、今回ズームなので家に帰ってきました。ただいま。今日はもう寝るよ。もう寝る寝る。手はちゃんと洗おう。結構順調に寝ることなく、しっかり目も開眼して聞けていました。今語源が終わったんですけど、僕が、まあ、途中はなんかプレゼンを聞くみたいな感じだったんですけど、途中からちょっとまぶたがこう閉じてきて、不可抗力で僕も目を閉じたんですけど、気づいたら終わってて、僕と先生が2人だけ残るっていう、ちょっと先生に呼ばれて、ふわって気づいて、状況大成君と言われて、はぁ、みたいな感じで気づいて、やばいと思って。で、そっから、こう、すいません、質問はないです、失礼します、みたいな感じでです。終わりました。焦りました。次からはちゃんと寝ないように頑張りたいと思います。ということで、今、7時10分ぐらいなんですけど、今から、残りの後、音入れとかの編集があるんですけど、それを、今から終わらせて、今日8時半ぐらいには動画投稿できたらなと思います。こんばんは。夜ご飯を作っていきたいと思います。今日はででん、ルークックルー。今回もですね、クックルーさんに頼って料理作っていきたいと思います。まずはこちらのスーパーで買った、見てください、 20% 引き70円。これはもう買うしかないですね。ということでですね、これを切っていきたいと思います。おお。続いてこちらの 15% 引きの、またまた 15% 引きの豚ですね。この血色のいい赤色からコンクリート色になったら素を入れていきます。グルー、たくさん作ったので、こういつものフライパンがキャッパオーバーなので、大きめのに移し替えます。洗い物増えたら最悪。やっぱ一人暮らしともなると、まあそれは一人暮らしなので一人前しか作らないんですけど、当たり前ですけど一人前しか作らないとなると、もう意外とお金がかかって、買った方が安いこともあるので、多めに作って明日も同じの食べます。いやもうそれはですね、作る相手がいればもう2日間同じもの食べずに済むんですけど、まあいたらの話ですよ。ごめんなさい、ご飯炊いてなかったので、ちょっとこの人で妥協していきます。ごめんなさい。あちっ。完成しました。その名も哀愁漂うホイコーロー、佐藤さんを添えてです。洗い物を増やしたくないので、このまま食べたいと思います。いただきます。それではいただきたいと思います。パクリ。中華の巨匠陳建一さんもびっくりなお味でした。この幸せを一人でしか噛み締めることができない。もう本当に悲しいです。本当に美味しすぎて、もうどこで覚えたんっていうポーズを連発させています。
今日も最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけるとありがたいです。お願いします。